4戦して3勝1敗6点の遠藤哲也です。さあ大沢さん、先ほどリングアナウンサーからこの A ブロックの得点状況を説明されましたが、はい、ここで決着がつけばですね、はい、この2人の間にどちらかが、そうですね、はい、A ブロック1位となります。はい、まあ、ここはすっきりね、なんかこう決まってほしいかなという気がしますよね。混戦の A ブロックでしたけどね。先ほどの、ね、B ブロックの竹下がすっきりすぎるほどすっきり1位を決めましたからね。でもまあこの A ブロックって比較的ごっつい人が多い中で、最後この2人が ね、 そうでしたね、軽い2人が残ったというのがね、上野勇樹も秋山純、日野裕二に勝って、遠藤哲也も日野裕二、ボディが吉村直美に勝つ、まあ、プロレスが体格や体重ではないということをこの2人が DO グランプリで証明してみせました。そうですね、まあ、遠藤の場合はね、あの今後のことも考えてね、今増量 してますけどもね。まあ、上野選手やっぱり初戦で秋山選手に勝ったのが大きかったですね。あれはびっくりしましたね。そうでしたね、うん、衝撃的でした。しかも上野選手、日野選手にもカウンターとはやっぱダブルR で、ダブルR でがっちり勝ってますからね、パワーボムに行ったところをダブルも早いですね。さあ、ミューシングスターダブルニードロップ、お互いにスピードを身上にしている者同士、ここで思いっきりスピードをぶつけ合います。まだ止まりません。遠藤選手は体重増やしてますけど、あんまり動きは変わらないですね、はあ、うん、小林選手の、ね、指導でかなり体を大きくされたそうですけれども、うん、大きくするようには進めました。そうなんです、はい、そのやっぱりトレーニングをしながらも、やっぱりこうスピードとか跳躍力みたいなものは落とさないように、そうですね、自分のスタイルというのを守って体重を増やすようにという話をしました。逆にこの上野選手はこの小ささ速さというものをうまく使ってこの DO グランプリを勝ち抜いてまいりました。またちょっと遠藤選手は違う、まあ、方向性でね、小林さん勝ち抜いてきましたね。そうですね、あの大会前に純と話した時に、この上野っていうのはクセモノだと、はい、クセモノ、秋山選手にクセモノって言われると相当です。ただチャラチャラしてるだけじゃないと、実力は認められてるわけですね。そうです、うわ、なんてこと、ガラキでしたよ、ガラキ、逆立ちしたところに、今おそらくヘッドシザースで絡みつこうとしたところに、そこにドロップキックをしてきました。そうでしたね、ボディがお留守でした。おお、さすがですよ。だが遠藤哲也は飛ぼうとしたところに上野勇樹が場外へ。さあ、場外戦です。その上野選手のくせ者ぶりについた、この見た目の非常に爽やかなルックスと違って、腹黒いとか結構いろんな選手が言ったりしてましたからね。いや、秋山もね、やっぱり彼はドロドロしたものを中に持ってるから、それが出てきたらまたね、違う味が出てくるよっていう、だから今回それが出たんだ、出てるかもしれませんね。何か秋山選手と交渉をする若手のレスラーってそういった素養を持っているような気がします。過去を紐解いても、秋山選手 もそのくせ者だって言い方はそこを認めているというところでもあるわけですもんね。そうですね、秋山選手がそもそもくせ者ですからね。そうなんですよ、そこに認められているわけですから、はい、まあその通りですね。じゃ開幕戦で開花したのかもしれないですね、さらに。そうですね、試合をすることによって、うん、引き出したのかもしれないですね、秋山選手が。さあ、Bブロック1位を確定させた竹下幸之介が本部席でこの2人の戦いを見ています。まあ、どちらが上がってきてもこれは面白い注目の優勝決定戦になります。まあ、遠藤にしても上野にしても竹下選手と対戦することになれば、それぞれに意味がありますからね。かつての同級生であり、かつてのライバルであると。さあ、距離を取った、6キロにアタック、これをキャッチした遠藤哲也、これがパワーです、今の遠藤。おお、背中、ラストライド式のバックブリーカーです。膝に落として、結構えげつないですね、これは。いや、小橋さん、これがパワーアップのなせる技でしょうか。そうですね、あとやっぱりその精神的な、やっぱりこう行く時の、うん、
迷いがない。迷いにそういうものない。考えたら遠藤大会前に上野だけには絶対負けたくないって言ってました。嫌いだから。嫌いなんですか。いやサウナはみんな嫌いって言ってました。あサウナ嫌いみたいですね。サウナは嫌われるんですね。サウナ嫌われがちですよね。さっき三沢選手にも。まあでもねサウナというものを出してきてはいますが、まあ、そこら辺はしっかりとね、まあ、遠藤選手も。このまま今勢いに乗ってる上のどっかで止めなきゃっていう気持ちもあるかもしれませんし、まあ、この2人あの去年の6月のまだ配信マッチの頃にもタイトルマッチやってるんですけれども、タイトルマッチ2回やってますもんね、一度ことそれから、はい、で結構遠藤は辛口のコメントしてませんでした。そうだったんですよ。その時には上野選手に非常に辛かったんですけど、上野選手この1年での成長の伸びしろって相当あると思うので、去年の上野行きじゃないってことはおそらく遠藤選手も分かってると思うんですよね。まあ、そして遠藤哲也にとってもこの DO グランプリは何が何でも優勝したい。まあ、今のところ DDT の頂点を竹下幸之助に明け渡している状況です。まあ、しかもねそのダムネーションというヨルベも失いましたので、自分で何かを切り開いていかなきゃ遠藤選手自身もいけないですからね。とりあえずねなんか結果を出していかないことには先が見えないですからね。まあ、DDT 今の DDT の生き残りをかけるとまで遠藤哲也は言っていました。そして何よりまだ遠藤はこの DO グランプリを優勝していません。これ圧倒的に遠藤選手、上野選手の、まあ、胴にこう照準を絞っている感じですかね。ちゃんと待ってしっかりとカウンター、上野勇気を自由に動かさせません。まあ、こういった部分は体重増そしてパワーアップ増が功を奏しています。軽やかさだけではなくなりました遠藤哲也。そうですね、重みが出てきましたよね。力強さ、こういうパワーファイトをしても何か道に行ってると言いますか。そうですね、うまく使いこなしている、そんな印象を持てます。もちろんその小林さん、やっぱりその体重増加やバルクアップというものはこれからのことを考えて DDT のトップに立つための手段ですよね、目的。そうです、はい、そのためにも体重増加を、はい、進めました。大きい選手も増えてきましたからね、この DDT 内。まあ、こういうところでやっぱりパワー変わってきたんだなと思いますね。そうですね、力強さが出てきてますよね。対する上野の方はこのスタイルで DDT の未来を切り開こうとしています。まあ、まだ若いですし動けますからね、やっぱりその時にできるプロレスっていうのがあると思うんですよね。なるほど。まあ、ただ上野選手もずいぶん体大きくなってきたなとは思うんですけれどもね。これは今遠藤がパワーで、パワーで上げる。パワーファイトは許さない。どうする。さあ超対空のブレンバスターになっています。まだ落とさない遠藤哲也。長っ、頭に血が降りてきます。まだ落とさない。今落とした。安定感がありますね。いいですね。超対空のブレインバスターも小橋さんもね、はい、何度か見せましたもんね、はい、もう本当にあの遠藤選手の小橋選手の浸水の仕方っていうのが、あの大田区の時もそうでしたし今日もそうでしたけど、行くぞの時に必ずおーって一人だけ、ね、出てきましたよね。今日も言いに来てましたからね。わざわざ言いに来てましたからね。あれ遠藤選手の声だったんですね。そうだったんですよ。びっくりしました、ね。ええ、でまあね、ダブネーションにいましたけどお酒飲むわけでもないし練習熱心だし非常にプロレス一筋の生活ですからね。全く不良じゃないですからね。前の、まあ、ダブネーション堕落集団でしたけども遠藤哲也は全然堕落してませんでした、ね、ウルトラストイックでしたから。そうなんです、規則正しく起きて規則正しい時間に魚を焼いて食べる人ですからね。堕落した人にカブトムシは育てられませんもんね。思ったもん。さあ上野勇気もだいぶ体力は削られましたが、ここ1年の戦いぶりを見ていると追い込まれてからがまた上野勇気の真骨頂。素晴らしいトルニージョ。そうですね、上野追い込まれてくるとなんか覚醒してて普段と違う何かが出てくるんですよね。この大会笑うじゃないですか、
あの筋肉マンのウォーズマンを思い出しました。冷徹な笑った瞬間強くなるっていうね、勇気スマイル、うん、そうですよね、完全にだ、それがやっぱりこの1年の成長かもしれませんね。かなり追い込まれたところからでもまだ力が出る、最後の最後にダブルRが出せる、そこからプロレスを楽しみ始めるというのがね、やっぱすごいですよね。笑い始めましたね。そしてちゃんと結果を出せてるところがまた自信につながっているのかもしれません。気持ちは変わっても結果がついてこないと苦しい道のりになりますが、しっかりと結果を出している上野由紀、さらに大きな結果をこの2021年最後に見せようとしています。さあこれは裏投げかブリザードか、二択を迫る、引っ込こうとしているが遠藤哲也がこれを嫌がる、ドラスティックよく見ている、もう一度来る、ガンタンドロップ、下半身を崩すが上野が止まらない、それだ、おお回転エビ固め、それをガッチ押さえて変形よりかもめ、速い、思わず小橋さんも声を上げた、今のは速かったですね。いいですね。おっ、潰した、ポールを迫る上野、カウントは2、これはガッチリ入ってますね、リングもほぼ中央です。こういう飛び技だけじゃなくてゆりかもめ持ってるのが大きいですよね。パワーアップをしてね、この絞る力も強くなってるでしょうから、これまでのゆりかもめとは一味も二味も違います。去年の KOD の初防衛の時このゆりかもめで勝ってますからね。そうでしたね、うん、やっぱり重くなってるとその逃げるにしてもロープまで行くのにパワー使うでしょうからね、相手は。遠藤哲也をね、言ってみれば体につけたままロープまで引きずっていかなければいけません。さあ遠藤、ニュートラルコーナートップ、すぐに上野が動いてくる、これ以上の追加攻撃は上野にとっても厳しい、ああちょっと足が滑った、それを遠藤哲也が冷静に上野につけ込んでいきます。トップコーラー、上野の突進をひらりと受けて上野が足を出してくる、さあどっちだ、上野もロープに走る、遠藤のブートからフルネルソン、それをかわしていくバックエルボー、もう一度フルネルソン、フルネルソンから上げてのスープレックス、こういうのがやっぱりパワーの効果なんですかね。フルネルソンスープレックスと見せかけて二段階式では空中でさらに一瞬にしてジャーマンのグリップにして投げていった、そしてスワンダイブのフォアアームアタック、カウントは2カウント、バックルはトーチャーラックボム、今狙いましたね、それをヘッドロックでディフェンスしていく上野です。ぶっこ抜く、ぶっこ抜く、今のエンド、おお、なんだ、おお、首固めからそのままトルネードクラッチのように丸め込んだ、あーカウント2、あーでも遠藤哲也慌てません、起きて破りですよ、エルボー、今の遠藤哲也と正面から打撃でやり合おうというのか上野由紀、ああこの圧に下がらないでほしいですね、まあ、上背も遠藤の方がありますし、ちょっと上野は伸び上がるようにエルボーを打たなければいけません。効かないとばかりに遠藤はその場で微動だにしない、反撃もしない、こうやっぱり迎えてみると体の厚みが違いますね。あその圧にいつの間にか上野がロープを背負っている、お、ここからですよ、どうするどうする、あここで遠藤が上野を崩してハンドスプリング、お前だ、ブリザードスープレックスホールド、カウンターで持っていった、カウント2、パワー
やっぱりすごく空中で、ね、ダブルあーダブルアールをパワーで切り返されました。トラチェックカナディアンデストロイヤー、一発のキレ、そして一発の重み遠藤哲也にあり、そしてノーチャーラックをカナディアンデストロイヤーで切り返す。トーチ、いやー来るぞ、かました、もう一度バックメタハーフネルソンスープレックス、遠藤立ち上がる、ラリアット崩れ落ちる。小林さん、今のハーフネルソンスープレックスいかがですか。まあ、いい形で決まりましたね。小林さんも現役でそうですが、一瞬にしてね、相手を分断になりますもんね。はい、流れを変えることができるんですよね、はい、実際にそして変えてみせました上野裕樹。ダブルダウン、マスイレフリーがダブルダウンを取っています。さあどうか、ダブル両者ノックダウンとなってくると、この A ブロック投手戦 A ブロック1位の、まあ、向けてかなり複雑なことになってきます。あ、立ち上がります。ダブルダウン、ダブルノックダウンはありませんでした。おピロリアタック、足を取ってトップコーナー、ここで高さを使ってくる上野裕樹。これが決まれば面白いが、これはなだれ式ブリザードか。そうですね、なだれ式のブリザードスープレックスを狙う。それを嫌がる遠藤哲也。上野のクラッチが外れた。外に叩き出す。いや、今のは荒々しかったですね。荒々しかったですね。ギリギリマイプロンですけれど、何か狙ってますよね。あれ、上で何かこう罠張ってる感じですよ。遠藤が何かこの体勢から、ちょ、どうすんですか。あ、上野がそれを許さない。さあ上野がスワンダイブのブランケンスライダー、高さがあった、カバーに入ってカウント2。さすがの身体能力ですね。今度は上野裕樹が勝負を仕掛ける。 BME 自爆。お互いに決定打は打たさせません。さあ分からなくなりました。 A ブロック公式戦、今年の DO グランプリ公式戦最終試合の遠藤哲也対上野裕樹の一戦、両足を出して遠藤が冷静に対処。いやー、これ今のはもう上野のがむしゃらさですね。もうシャニムに落としたっていう感じでしたね。一番隙があるところを狙いましたね。もう形や見た目にはこだわっていません上野。おお、え、止めた、止めました、遠藤が止めた。そして抱え込み式の逆指固め。さあこれは驚きのパワーです。よくあれ止めましたよ、ね、本当ですね。あのままフランケンというか、まあ、いわゆる場外のコルバタ、はい、コルバタに場外だから、ね、落差もあるから絶対重いですよね。すごい衝撃かかりますもんね。そのままそれを逆指っていうのは存分に痛めつけてリングですね。いや、これはちょっと想像以上のパワーですね。遠藤哲也、あ、来ますよ。ファイヤーバードスプラッシュ、よく返した、腰狙いです。場外でかかう一個石見式の逆指固め、リング内で腰へのファイヤーバード。しかも今90キロ超えてるわけですからね、遠藤選手。今遠藤がとどめを刺しに行こうとしたら、しがみついてますね、はい、それを冷静に冷徹に冷酷に振り払っていく遠藤哲也。上野裕樹の負けたくないという思いが体を動かしますが、それだけでは体
勝てないということを遠藤哲也が過酷な現実を上から見下ろします。いやこれ上野も限界か、そしてそれともここからさらなる真骨頂が上野勇気にはあるのか。うすげえ、何か今遠藤が挑発しましたね、楽しもうと言いますか、何か言ったような感じですか。ヘッドバット崩れ落ちる上野、そしてついに決めるか、やばそうだ、トーチャーラックボム、カバーに入った遠藤哲也、壊しましたね、カウントは2。さあ20分経過、こちらの A ブロック最終公式戦も30分一本勝負、黙って見届けるということか。至高の技シューティング、そして秋山純を見るようなこのノーカウント2、やら今の形で秋山選手勝ったんですよね。そうなんです、秋山選手はこれでダブルアール、ダブルアール止めた、遠藤哲也が踏ん張っています、打たせません、ダブルアールが決まらないとなると上野厳しい、うん、ガンメットのキック、高い、遠藤も顔面へのドロップキック飛べますね、さらに高さ、なんだなんでこの位置、この合戦はなんだ、この時間に来てこの高さですよ、できんのかこんなこと、それで倒れない、そのうちなんか頭頂部をね擦り抜けそうですよね、つむじとかに当たりそう、今おでこだ、おでこ、どこまで、あ、いや、上野が爆発するか、上野勇気爆発、これが上野勇気の潜在能力、